いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は僕ね、ここ今玄関なんですよ。ここ家の前ので、ここでね、こう切ったり、まあなんか DIY っぽいのを作ったりしてるんですね、ここで。なんかこういつもこう遮断でやってるじゃないですか。あれね、結構しんどいんですよ、太ってるんで。なのでこうちゃんとした台が欲しかったということで、今回はこれ買ってきました。3000円台で買えるワークベンチ。これなんか便利そうなんでね、買ってきました。ちょっとまあこれ組み立てていってみます。で、開けてみたらね、こういうものが入ってました。で、取扱説明書を。で、これを見てね、作っていきます。まあ、おそらくできると思うんですけどね。説明書見ながら間違いなくやっていこうと思います。はい、ということでね、完成しました。ワークベンチ。これあれなんですよ。ここでね、こう、自由自在にできて、こう、ここに物挟めます。でですね、ここに分度器もついてるんですよ。ここに。あとここ、長さ。なので、非常に楽。こう開けて、このまま、例えば木を挟む。こともできるし、まあ、ここで挟むこともできますよね。ここで移動できるんで、こう。で、丸いの、これ竹とかね、丸いやつ、ここにこう角があるじゃないですか。で、これに合わせると丸が滑らないという、こうですね。とか、こうね。で、プラス、まあこれをこう挟みます。こう挟んで、ね、例えばこう、ここ切ったりとか、するときもこう切れますよね。ガッ、ガッて硬いんでね。で、それと、もう一個買いました。クランプ。こうしたときとか、こうビチャってくっつけたいときとか、これシャッと外して、こうね、することによってガッチリくっつく。
曲がらない。やばいですねこれ。最強武器が手に入りました。神々ですが、どうでしょうかこれ。使い方あまり分かってませんけどね。こうね、いいんじゃないでしょうか。で、なんといってもちょっとかっこいいですよねこれ。で、片付けるときもねこれ楽なんですよ。はい、これで持ち運べます。いいと思います。とても便利です。安いし。でね、ここにあの工具とかこうさせるんですって。こう仕事するときこういうね工具を、これちょっとダメですけど、こうドライバーとかここにこうさせます。いい感じです。